こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、おじさんに見える服全部リストアップしてみたというテーマで、皆さんに動画をお届けしたいと思っています。僕自身ですね、現在30代最後の年を迎えていまして、40代目前なんですけども、これぐらいの年齢ですとか、あとは僕以上の年代になると、着る服によってはおじさんに見えてしまうっていうものが結構少なくないんですね。そして街でいろんな男性をですね、観察してると、こういった服を着てる方結構多いんですが、なかなか自分自身ではこれがおじさんっぽく見えるということを気づきづらいかなと思うので、今回の動画では各ジャンルごとにこういったアイテムはなかなか難しいですよというものをですね、一挙にご紹介したいなと思っていますので、ぜひ皆さん今回の動画を見ながらクローゼットの中を開いて、このようなアイテムがないかどうかをチェックしていただきたいなと思ってますし、もしそういったものがあったら、まあ今回が良い機会だと思うので、断捨離をしまして、おじさんに見えないような服についても少し触れてみたいなと思うので、そういったものに買い替えてみていただければなというふうに思っています。このような形で、このチャンネルではメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、ジャンルごとにおじさんに見えやすいアイテムをどんどんお伝えしていきたいなというふうに思ってます。まずはアウター編ということで皆さんにお伝えしていきたいんですが、一つ目はスイングトップのアウターですね。ちょっとなかなかイメージが湧きづらいかなと思うので、こちらにイラストをですね表示したいなと思ってるんですが、スイングトップというのはいわゆる丈の短いアウターで、昔の映画俳優さんが着てそうな、まあいわゆるジャンパーみたいなものですね。こういったものは結構40代以上の男性だと持っていたりすることも少なくないですし、あとはですね、時々こういったものってトレンドアイテムになったりして、身近なショップだとか、あとはですね結構価格帯の高いものもあったりするんですが、なかなかですね40代50代の世代がこういったものを着てしまうと本当におじさんっぽく見えてしまうので、注意が必要なのかなと思ってます。もちろんこういったものがトレンドになることもあったりするんですが、こういったちょっと失敗するとおじさんっぽく見えるものを若い世代ですね、10代20代の世代の方々が着ると外しの要素でそれが素敵に見えたりすることがあるんですが、僕らとかもうちょっと上の世代が着てしまうとどんずばでおじさんっぽく見えてしまうので、これはやめておいた方がいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあこのような丈の短いアウターであったら、シャツアウターと呼ばれるようなもうちょっと丈が長くてお尻が隠れるぐらいの着丈のものですね、こういったものが大人の男性には似合いやすいので、そちらを優先していただければなと思っています。続いて2つ目なんですが、ミリタリー系のアウターもなかなか注意が必要かなと思っています。まあ、例えば具体的なところで言うと MA1 だとか M65 みたいなもので、まあ、まさしくミリタリーウェアのど真ん中みたいなアイテムで、まあ、まずは MA1 なんですが、これもですねトレンドアイテムに上がることが少なくなくて、結構おしゃれなイメージを持っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、僕ら大人世代にとっては昔からあるようなミリタリー系のアイテムで結構ファンも多いんですね。特にアメカジ世代なんかは MA1 好きだったりするんですが、元々丈が短くてなおかつボリューミーなので、あまりスタイルがよく見えないのと、ましてや色合いがですねオリーブカーキ系になってしまうと本当にミリタリー感満載ですごくカジュアルに見えてしまうので、なかなかですね 40-50 代の男性が着てしまうとおじさん感満載になってしまうので、これは注意が必要なのかなというふうに思ってます。あとは M65 もそうですね。まあ、最近はファティーグジャケットだとかそういったものもトレンドになっていて、丈がちょっと短めでポケットがいっぱいついてるようなミリタリー系のアウターすごく出てるんですね。実はこれ僕自身も大好きでいっぱい持ってるんですよ。ただそういった M65 とかミリタリー系のアウターで、なおかつ色がオリーブで昔から着てるような古着感のあるものというのはなかなか難しいかなと思います。ある程度着こなしのバランスを考えて使えれば、それまたおしゃれに見えるんですが、着こなせる方とおじさんに見えてしまう人がパキッと分かれてしまうアイテムなので、ある程度着る方のセンスに委ねられるというところで、まあなかなか気軽には手が出しにくいかなと思っています。あまりにミリタリー要素が強いものというものはちょっと注意が必要だということは、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。続いて3点目はですね、ダッフルコートですね。これまた僕ら世代には結構見慣れてるアイテムかなと思うんですが、丈が長いというところでは綺麗めなんですが、ボタン周りですね、このあたりはかなりカジュアルで学生服っぽく見えたりだとか、かなり子供っぽく見えてしまうんですね。まあ、僕ら世代、見た目は大人っぽいのにアイテム自体が子供っぽいと、このギャップがすごくマッチしてなくて全然似合わなかったりだとか、その結果おじさんっぽく見えてしまうことが少なくないので、ダッフルコートはちょっと NG かなと思っています。
こういった丈の長いアウターであったら、ダッフルコートではなくて、定番のステンカラーコートがおすすめなので、こちらを優先していただければなと思っています。そして続いてはですね、ダウンなんですけども、その中でも光沢感があって、なおかつ原色系ですね。緑とか青とかオレンジとか赤とか、こういったはっきりとした色のダウンを着ている方も結構少なくないんですが、これまためちゃくちゃおじさんに見えやすいので、注意が必要かなというふうに思っています。ダウンというアイテム自体もかなりカジュアル度が高いんですね。まずはシルエットがモコモコしているというところ。それでいて、生地に光沢感があると、なおさらカジュアルに見えてしまいますし、さらには色使いまでビビッドだと、本当にカジュアル感満載になってしまうので、ダウンを選ぶのであれば、まずは色合いに関しては、ブラック、ネイビー、ダークグレーのような深めのものが基本になるかなと思いますし、生地の質感としてもマットな感じが大人っぽく見えるので、まあ、そういったものでシルエットがそんなに膨れないようなものをですね、選んでいただいた方が大人世代には似合いやすいかなと思うので、ぜひ注意をしていただければなと思っています。はい、続いてトップスの方に行ってみましょうか。まずはトップスの中で一番最初に挙げたいのはジップアップパーカーですね。まあパーカーというアイテムは僕はよく動画の中でもご紹介をしてまして、もともとはカジュアルに見えて部屋着感があったりするものなので NG とされることが多かったんですね。中でもジップアップパーカーというのは、まあ前がこうジップで開閉できるような形で、なおさら部屋着感が満載なので、なかなか僕ら世代には難しいかなと思ってます。中でもグレー系ですね。グレーのジップアップパーカーはすごく難しいし、あとはブラック系でもちょっとですね、チェック柄なんかがフードの内側に使われてたりだとか、そういったものも子供っぽく見えるので NG アイテムの一つかなと思っています。ただパーカーが全部 NG というわけではなくて、最近はちょっとしたトレンドアイテムになってまして、無地で質感が上品のものであれば、僕はパーカーでもですね、大人世代着こなせるかなと思ってます。色は例えばブラック、ダークグレー、ネイビーだとか、このあたり、もしくは明るいものだったらホワイトみたいな、本当にパキッと明るい色ですね。こういったもののパーカーだったら、例えばセレクトショップのオリジナルなんかで買い揃えたら結構素敵に見えやすいかなと思うので、もしパーカーを着るのであれば、ジップアップじゃなくてプルオーバータイプですね。こう開閉できるものではなくて、被って着るタイプのパーカーで、色は単色で柄なしのもの、こういったものを選んでいただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目がチェックシャツですね。これは激ムズなのでやめた方がいいです。まあ、シャツってちょっとビジネスライクに見えるので、少しカジュアル感を出したいなという方がいるのもわかるんですね。白シャツだとちょっとお仕事のワイシャツに見えないかなと思う方もいらっしゃるかなと思うので、チェックシャツを選びがちなんですが、これは激ムズですね。フランネルのシャツ、ネルシャツとか呼ばれるものですね。こういったもののチェックシャツとかは本当におじさんっぽく見えるので、良した方がいいかなと思います。まあその他にもいろんなチェック柄があるんですが、なかなかこれを着こなすというのは世代的には難しいかなと思うので、もし柄物のシャツが欲しいのであれば、チェックじゃなくてストライプ、これが鉄板ですね。縦長効果があって、柄の感じも子供っぽくは見えないので、こういったものを選んだ方が間違いなく僕ら世代には似合いやすいかなと思うので、ぜひチェックシャツ持っていたら手放して、ストライプシャツに買い替えていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、プリント T シャツですね。プリント T シャツを着てる僕が言うのもなんなんですが、まあプリント T シャツ自体はやっぱりカジュアル度が高いので、なかなか大人の男性には似合いづらいですね。まあ特に結構安い値段で売っているプリント T シャツですね。色が原色だったり、いろいろ柄が入ってたりだとか、ちょっとこう柄自体がアニメチックだったりだとか、お土産の T シャツっぽかったりだとか、そういったものは大人の着こなしにはなかなか馴染みにくいので、僕は手放した方がいいアイテムかなというふうに思ってます。ユニクロだったら UT ですね。このシリーズ、結構探せばいいものもあるんですが、なかなか一定のセンスがないと UT の中から大人のファッションと相性がいいものを見つけるのは難しいので、プリント T シャツは思い切ってなしにして、無地の T シャツを選んだ方がいいかなと思います。僕の動画の中でよく出てくるような、ユニクロ U のエアリズムのオーバーサイズ T シャツだとか、まあ各セレクトショップにも無地系の T シャツたくさん売ってますので、こういったものの方が大人の男性には似合いやすいかなと思うので、プリント T シャツというのはちょっと難易度が高いよというところを頭の片隅に置いていただければなと思っています。続いてトップスの中でラストは、ボーダー柄のポロシャツですね。これまた激ムズアイテムです。
そもそもポロシャツというアイテム自体がどうしてもおじさんの休日着というイメージが強かったりするので、なかなか合わせるのが難しいんですね。その中でもボーダー柄だったりだとか、カジュアルな要素があると本当におじさん感満載になってしまうので、もしこういったものを持っていたら手放した方がいいと思います。もしポロシャツで選ぶのであれば圧倒的に無地がいいですね。色であったらブラックだとかネイビーのようなはっきりとしたものがいいかなと思いますし、あとはちょっと色が綺麗なものですね。ロイヤルブルーだとか、ダークグリーンだとか、こういったポロシャツの色だったら OK なので、まあ、ぜひ取り入れていただきたいなと思ってるんですが、柄が入ってるものだとか、あとはワンポイント入ってるものもなかなか難しいかなと思いますし、ベーシックな白のポロシャツだとか、ライトグレーのポロシャツも結構おじさんっぽく見えやすいので、その点はぜひ注意をしていただければなと思っています。はい、続いてはボトムス編ですね。このあたりもおじさんに見えやすいものがいろいろとあるんですが、まずはですね、色落ちしたブルーデニムですね。これはおじさんっぽく見えるので、手放した方がいいかなと思っています。まあ、デニムというものは僕ら世代にとっては定番的なもので、着慣れてるものかなとは思うんですが、その中でも結構ですね、濃い色のもので、シルエットが割とこう、ジャストサイズのものであれば、綺麗めに見えるんですね。一方で、サイズがちょっとダボダボしていて、ダメージがあったりだとか、かなり色が抜けてるようなデニムですね。こういったものはかなりカジュアルに見えるので、大人世代ですね。40代、50代の男性にとってはもう、絶対的に NG アイテムかなと思っています。ましてはそこにダメージが入ってたりすると、それまた難しいんですよね。本当に10代、20代の男性がそういったものを履くのであれば、見た目が若々しいので、まだバランスが取れたりするんですが、僕ら世代がそれを着てしまうと、本当に着古したデニムみたいになってしまうので、清潔感みたいなものが表現できないんですね。ですので、あまり色落ちしたデニムというのは履かない方がいいかなと思いますし、選ぶのであれば、リジットのデニムのような色落ちがしてないようなもの、サイズ感に関しても、ジャストサイズの方が僕は大人の男性には似合いやすいかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。そして2点目なんですが、これは僕の動画の中でも何度も何度もお伝えしていますが、ベージュのチノパン、これまたイメージとしては、おじさんの休日着のもう本当にど真ん中のアイテムなので、なかなか難しいかなと思っています。もちろんですね、アメカジの定番で着こなせる方もいらっしゃるんですよ。ちょっとワイドめのチノパンというのを外しのアイテムとして使うというのは素敵は素敵なんですけど、難易度はめちゃくちゃ高いです。中級者以上の方でないと使いこなせないので、30代、40代の大人の男性が着古したようなベージュのチノパンを履くというのは結構難しいので、これはちょっとやめておいた方がいいかなというふうに思っています。ただボトムスで明るさを出したいという気持ちはわかるので、そういった時にはベージュのような色合いではなくて、思い切ってホワイトまで振り切ってしまうのもいいかなと思ってまして、最近のトレンドで言うと白パンがちょっと復活してきているので、少しだけ緩めのサイズ感の白デニムだとか、こういったものは清涼感もあったりだとか、清潔感もあったりしますし、今のトレンドというところもうまく表現できるので、もしベージュ系のパンツが欲しいのであれば、ホワイトまで振り切ってしまうのもいいんじゃないのかなというふうに思っています。はい、続いて3点目はですね、半畑のボトムスですね。これもですね、ちょっと前まですごくたくさん見たんですが、特にこれから春夏、夏に向かっていくと、ハーフパンツよりは長いけども、フルレングスよりは短いような、6分とか7分丈ぐらいのパンツを履いている方、結構いらっしゃるんですね。そしてそういったパンツに限って、ロールアップしたりすると、チェック柄が覗いたりするんですね。こういったものって、ディティールで言うと、なんかちょっとおしゃれなのかなと思ったりもするかもしれないんですが、なかなかですね、素敵に見えづらい、子供っぽく見えたりだとか、おじさんが頑張っておしゃれしようっていう感じに見えてしまうので、これも良した方がいいのかなというふうに思ってます。もしですね、ちょっと丈の短いものを履きたいのであれば、思い切ってショートパンツですね。グラミチのショートパンツみたいなものを履いてもらうか、もしくは 9.5 分丈ぐらいですね。ギリギリボトムスと靴の間に素肌が見えるぐらいの感じ。これぐらいの丈の長さが間違いがないかなと思うので、あまり中途半端に短いような丈のものは履かない方がいいかなというところはチェックをしていただければなと思っています。そしてボトムスの中でラストとなるのはスウェットパンツですね。これまたなかなか難しい。グレーのスラックスで裾がキュッとすぼまっているようなもので、もうスウェット素材っていうものはなかなか難しいですね。ジョガーパンツだとか、スポーティーなものとか、そういったものには多かったりするんですが、どうしてもそういったボトムスってカジュアルさが強いので、なかなか大人の男性が着てしまうと、部屋着感満載になってしまうし、休日のお父さん感満載になってしまうので、相当おしゃれな男性じゃないと使いこなすのが難しいというところ、ここはぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラストの項目は小物編というところになるんですが、まあ、様々な小物がある中で、まずはバッグからお伝えしたいんですが、よく大人の男性がやりがちなのは、
ショルダーバッグですね。こちらのイラストにあるような結構デザインがゴテゴテしていて多色使いのもの、こういったものを使っている方少なくないんですが、本当におじさんっぽく見えるので、これは手放した方がいいかなと思っています。本当であったらちょっとしたレザーのトートバッグだとか、そういったものの方が大人っぽく見えるのでいいんですが、そんなに荷物がないという方も少なくないかなと思うので、もしショルダーバッグを持つのであれば、こちらの画像のようなノースフェイスだとかアークテリクスのシンプルなショルダーバッグですね、もしくはレザー製のショルダーバッグなんかを使いやすいので、こういった子供っぽく見えないようなシャープでデザイン性がシンプルなもの、そういったものを選んでいただくと良いんじゃないのかなと思っています。続いてはですね、帽子ですね。帽子もですね、結構好きで被る方は少なくないかなと思うんですが、キャップ、これもね、なかなか難しいアイテムかなと思っています。特にいろんな色が使われてたりだとか、ロゴが入ってたりだとか、そういったスポーティーなキャップというのは、なかなか大人世代には似合いづらいので、着こなしはすごく若いんだけども、見た目、自分自身の見た目はおじさんというところで、このギャップがですね、かえっておじさん感を増してしまうので、キャップ系はなかなか難しいかなと思っています。もしどうしてもキャップは被りたいのであれば、ブラックだとかネイビーの無地だとか、ノースフェイスのロゴがちっちゃく入ってたりだとか、まあこういったものであれば、割と大人の男性でもギリギリ似合いやすいかなと思うので、もう柄が強かったりだとか、色がちょっと派手なものは外しておいた方がいいんじゃないのかなというふうに思っています。続いて3点目はベルトなんですけども、これまた結構僕ら世代には多いんですが、古着のデニムなんかに結構太めのごっついベルトをしている方いらっしゃるかなと思うんですが、これまた結構おじさんっぽく見えるというか、かなり昔の流行のアイテムなので、ちょっと良しておいた方がいいのかなというふうに思っています。もしベルトするのであれば、ブラックだとかダークグレーのメッシュベルトですね、ちょっと良いものだったらホワイトハウスコックスのメッシュベルトなんかは非常に使い勝手がいいですし、経年変化も楽しみながら大人の男性もですね、使っていただきやすいかなと思うので、こちらを優先していただければなと思っています。はい、続いてはですね、スニーカーなんですけども、これまたですね、まあ、最近はブームでいろんなものがあったりするんですが、ガチのランニングシューズっぽいようなスニーカーですね。そのままスポーツができそうなような原色のスニーカーだとか、歩き心地が良さそうなスニーカーですね。このイラストを一つの参考にしていただければと思うんですが、こういったものを履いてしまうと本当におじさんっぽく見えるので、スニーカーをもし履くのであれば、このジャンル自体がめちゃくちゃカジュアルなので、せめてスニーカーの中でも白レザースニーカーだったりだとか、ブラックのレザースニーカーだとか、なるべくシンプルで大人っぽく見えるようなものを選んだ方が、大人の男性には似合いやすいのかなというふうに思っています。まあ例外でニューバランスのスニーカーですね。996だとか、こういったものというのは、まあ、いわゆるスポーツ系のスニーカーではあるんですが、単色で割と今のトレンドにも合ってるので、まあ、ギリギリ OK かなと思うんですが、40代、50代の男性が履くと、結構失敗するとおじさん感が出てしまうので、まず鉄板は白だとかブラックのレザースニーカーかと思うので、そのあたりもチェックしていただければなと思っています。続いてラストはですね、マフラーなんですけども、マフラー結構首元を温かくしたいということで、大人の男性巻く方も少なくないかなと思うんですが、その中でストライプ柄でいろんな色を使ってたりするようなマルチストライプのマフラーですね。これまたちょっとこうおじさん感満載になってしまうので、なかなか難しいんじゃないのかなというふうに思っています。ついアクセント的にちょっと持ったようなマフラーをしたくなってしまうもんなんですが、なかなかこういったものはごちゃごちゃした印象になるので、もしマフラーを巻くのであれば、表と裏で色が違うようなバイカラーのものですね。こういったものでも結構実際に巻いてみると、表面と裏面の色が混ざるので、それなりにですね、おしゃれ感も出たりしますし、アクセント要素もあったりするので、そんなにごちゃごちゃさせすぎないというところを意識しながら、マフラーも選んでいただければなと思っています。はい、ということで結構長くなりましたが、今回はおじさんに見えやすいアイテムを一挙にご紹介させていただきました。中には似たようなものを持っているという方も少なくないかなと思うので、この動画を一つのきっかけとして断捨離をして、ちょっとですね、大人の男性似合いやすいようなアイテムに選び替えていただければなと思っています。全体の印象としては、結構僕ら大人世代になってくるとカジュアルすぎるものが似合いづらくなってしまうんですね。どうしても僕らの見た目自体が大人っぽくなっているので、それに対して子供っぽく見えるようなカジュアルな服を着てしまうと、そのギャップで似合いづらかったりとか、かえっておじさん感満載になってしまうので、少し綺麗めなアイテムというところを意識しながら、様々なアイテムを買い替えていただけるといいかなと思うので、ぜひ皆さん今回の動画参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルはこんな形でメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またこちらの動画とは別に、YouTube のメン
メンバーシップチャンネルというものもやっています。そちらのチャンネルではベーシックな内容だけではなくて、初級者から中級者へとステップアップするためのアイテムの紹介ですとか、コーディネートの紹介をどんどん行っていますので、気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。